基礎英語ゼロ。はい、I'm Sunshine 池崎。今から超絶怒涛の基礎英語ゼロ始まるよ。 Hello everyone, I'm Canon。 この基礎英語ゼロには全国の小学生の皆さんから届いた英語にまつわる疑問や悩みに答えるコーナーや楽しい企画が盛りだくさん。では早速、小学生のみんなからの質問に答えてくださる先生をご紹介しましょう。今月は阿部元子先生です。阿部先生は東京学芸大学の先生で、小学生のための英語教育がご専門です。よろしくお願いします。 Let's enjoy English。 基礎英語ゼロ。この番組では小学生の皆さんからの疑問に電話で直接お答えするコーナーなんですが、今日は小学校へ出かけて6年生の質問を聞いてきました。おお。では早速聞いてみましょう。小学6年、若葉です。ピカコです。エミです。ユナです。先生、単語が覚えられません。意味は入ってくるのもあるんですけど、結構書き方というかスペルが分かんないです。単語のスペルと発音がバラバラの時があるので難しいです。単語を覚えるためのいい方法教えてください。スペルが分からないってことですよね。阿部先生、何かいい覚え方ないですかね。この質問、私も子どもたちからすごくよく聞かれるんです。スペルを覚える最初のポイントは、アルファベットの文字を見て、それを読むときの音を予測できるようになることです。予測できるように。例えば帽子を意味する hat、はい、ありますね。 hat、 hat。 単語を読んでみると hat、 hat という音でできているんですけれども、スペルは hat と書きます。こんな風に読むときの音とアルファベットそのものの呼び方 HAT が違うんですよね、うんうん、なるほど。確かにアルファベットでは HAT でも読むときになるとハッ、アッ、テっていう音になるもんね。そうなんです。スペルを覚えるには H はハッと読む、はい、A はエと読む。アルファベットの文字とそれを読むときの音を結びつけていくことがとても大切です。で、それができるようになると、hat と聞いたときに、あ、もしかして h と a と t を使うのかなとこう予測できるようになりますよね。なるほど。先ほどの hat は h-a-t と書いて hat と読みますが、例外もありますので気をつけてくださいね。1時間2時間の時に使う hour の h は読まずに発音します。 hour とならずに hour となるんですよね。それはもう覚えるしかないんですか。そうですね。うわ、でもちょっとじゃあ練習をしてみたいと思いますね。ちょっと単語を読んだ時の音からスペルを予想する、はい、これをちょっと一緒にやってみたいと思います、はい、今からカノンさんにある英単語を言ってもらうので一緒にスペルを予想してみたいと思います。なるほど。よく聞いてくださいね、はい、ではカノンさんお願いします。はい、ではまず1問目。みんなが飼ってる犬や猫を指す言葉、ペット、ペット。どうでしょうか。それでは池崎さん、お答えください。これは、はい、P、はい、E、はい、T、 正解です。よっしゃ、サービス問題。はい、正解は P、E、T でした。アルファベットの P は単語になると、E は え、T は T の音になるんですね、うん、なるほど、うん、これは分かりました。分かったです。はい、次は
ネットとか網とかいう意味のネットです。ネットネットんえっどうでしょうか。さっきの音をヒントにして考えてみてくださいね。わかりました。お NET 正解です。よっしゃ正解は NETでした。ペットとネットはエット、この部分が一緒でした。そうですね、イとティが、うん、そうですね、はい、だからこうやって単語を読む時の音をまず覚えていくと、あ、この音はイとティを使うのかなっていうふうに予測することができるようになっていくんですよね。そうですね、確かに、うん、ですから単語は長くても短くても音が並んでいるものということに変わりはありませんので、うん、はい、こうやって単語を読む時の音にまず慣れていくっていうのも単語を覚える時の一つの大切な方法です。ただそのためにはたくさんの英語の音をまず聞くということが大切になってきます。質問してくれた若葉さん、りかこさん、えみさん、ゆなさん、ありがとうございました。これからも小学生の悩みや疑問を直接聞きに行くので、みんな待っててね。カノンのチャンチャンチャンス、リズムに合わせて Let's talk。 今月は自己紹介、今日でコンプリート、頑張ろう。 Hello, I'm Kanon. What's your name? I'm Ikezaki. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yay! 好きなスポーツは？ What sport do you like? I like soccer. What sports do you like?Like tennis. Yay! 好きな色も教えて。 What is your favorite color? My favorite color is blue. What is your favorite color? My favorite color is yellow. Yay! みんなの単語。はい、ここからはみんなの単語です。このコーナーではみんなの身近にある間違いやすい言葉を一つ取り上げて、みんなで英語で覚えちゃおうというコーナーです。今回は何の単語なの？今日取り上げるのはこちら、レントゲン。レントゲンね、はい、あの体の中の写真を撮るやつだよね。そうです。今日はレントゲンが英語でなんて言うのか覚えていきますよ。はい。でもレントゲンっていうのはそもそも英語じゃないの？そうなんですよ。レントゲンは英語ではなくてドイツ語なんです。今から150年ほど前、日本はドイツから医学のことをいろいろと学んでいたんですね。レントゲンもその時に日本に入ってきた言葉なんです。なるほど、はい、へえ、知らなかった。でもじゃあ英語でレントゲンはなんて言うの？レントゲンは英語で X-ray。 X-ray。 X-ray 全然違うじゃん。どんな字書くの？ X-ray はアルファベットの X に R R-A-Y。 なるほど。 X-ray の X ですが、レントゲンではX 線という特殊な光を使うんですね。なるほど、はい、そして Ray には光の線って意味があるので、レントゲンのことを X-ray って言うんです。へー、なるほど、勉強になった、はい、全然違いますよね。X 線か、うん、なるほど。加納先生ありがとうございます、はい、ということで今日の単語はレントゲン X-ray でした。次回もお楽しみに。基礎英語ゼロ。はい、ここからは今日の企画のコーナーです。今日は4コマ漫画英語大喜利。4月のお題は空前絶後のヒーロー池崎
おお、楽しそう。はい、これはどんなストーリーなの？はい、これはですね、私を悪党から救ってくれたヒーロー池崎、私があなたのお名前は What's your name? と聞くと、私の名前は何々です、 My name is 何々と、ちょっとおかしな名前を言います。その名前が今回募集したオチになりますよ。なるほど、はい、これも面白いね。答えがたくさん出そう。そうです、今回もたくさんのお友達から答えをいただきましたが、そこから3作品を紹介しましょう。池崎さん、その中から池崎賞を決めてくださいね。もちろん、イエーイ。それではエントリーナンバー1、小学5年ジョーさんの作品です。空前絶後のヒーロー池崎。 Thank you very much. What's your name? My name is the greatest hero of justice. What a funny name. Yay! The greatest hero of justice. そうですよ。俺の名前は最高の正義のヒーローだ。イエーイ。 The greatest hero of justice。 自信があふれ出てますね。じゃあどんどん行きますよ。 Entry number 2、 小学3年春雨さんの作品です。空前絶後のヒーロー池崎。 Thank you very much。What's your name? My name is Catman number 1. What a funny name. Yay! Catman number 1. 俺の名前は猫マン1号、2号も3号も100号までいるよ。そして俺がリーダーだ。Yay!Catman number 1。 ハリウッド映画化もありえるかも。では次がラストの作品です。エントリーナンバー3、中学1年おもしろジャイアンさんの作品です。空前絶後のヒーロー池崎。 Thank you very much. What's your name? Ha 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 ha! My name isNo name! What a funny name! Yay! 俺の名前は No name! 正体がつかめない、ミステリアスヒーローだよ。名前はまだない。 Yay! No name! あえて名乗らずに去っていくヒーロー、かっこいいです。さあ、3作品が出揃いました。Entry number 1, Joe さんの The Greatest Hero of Justice. Entry number 2, 春雨さんの Catman number 1. Entry number 3, 面白ジャイアンさんの No Name. さあ、今日の池崎賞はどれでしょう？池崎さん、お願いします。OK! 今日の池崎賞は春雨さんのキャットマンナンバーワンだ。イエーイ、コングラチュレーションズ、おめでとうございます。というわけで4コマ漫画英語おぎりでした。 OK! It's time to say goodbye! それでは基礎英語ゼロ投稿募集のお知らせです。まずは池崎の自己紹介英語バージョン大募集。世界進出を目指す俺池崎の自己紹介を英語で考えてくれ。そして英語で連想クイズヒント大募集。番組ホームページに載っているお題を池崎さんに当てさせるためのヒントを考えてね。英語の疑問やお悩み他も引き続き大募集。詳しくは番組ホームページを見てね。 OK! See you next Monday! お届けしたのはカノンとサンシャイン池崎でした。